世界で一番短い聖書のお話の時間となりました。今日の聖書の場所は創世記3章1節。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。ここからお話をしたいと、こういうふうに思います。私が教会に通い始めたのは、確か大学の2年のことだったと思います。その時、伝道で、個人伝道で連れて行かれたんですが、それが最初にこの教会に行った時が11月の最初で、我々の年度始めと同じだったのは苦しいことであったと思っています。そして教会に入った時に、これは一般の家のようなところで教会をやっていたので、ちょっと雰囲気が違ったんですが、聖霊によるんでしょうか、私が長くここにいるがとどまるなと思いました。そして礼拝の終わった後、牧師のところに連れて行かれたんですね。そしてお話ししてくださいということで牧師とお話をしたんですが、その中でですね、牧師が怒り始めて喧嘩になってしまったんですね。そして最後はですね、喧嘩別れのような形で、別れてしまいました。でその時私は帰りながら思ったんですね、牧師は一人の信徒がいらないのかな、私を嫌がってるな、こう思ったんですね。しかし聖霊様はその時助けてくださいました。私は思ったんですね、長くいるなと思ったこともありますし、ならこの教会に行ってやろうと、こういうふうに思ったんですね。それで次の日教会に行った時に牧師は大喜びでした。一人の魂を失ったと思ったとか、こうおっしゃってるんですね。で最初に行った時にサタンが働いていたというふうに思います。この後私はその牧師によって立て上げられ、また最初の祈祷会のメッセージにも立て上げられ、成長と立て上げの大きな助けを受け、さらに後の奉仕への道が大きく開かれていきました。人生が変わってしまったのです。しかしその時、その最初にサタンが働いたということを思います。御心のことをやるときにはサタンが働きます。どうぞ惑わされることなく御心を行ってください。どうもありがとうございました。